皆さんこんにちは、プッティーモンキーレンチの時間です。今回はクリエイトのルーズフロムパスについて紹介します。この機能はパスのポイントにヌルを作成したり、パスに沿って動くヌルを作成することができるスクリプトになります。パスに対してヌルを作ってどうするのかがあまり想像しにくいですが、意味を知ると便利な機能ということが分かってもらえると思います。覚えておいて損はない機能となります。では早速行ってみましょう。まずは Create Nulls From Pass がどういった機能かを見ていきます。適当なコンポジションにシェイプレイヤーを用意しました。ウィンドウから Create Nulls From Pass を選択して画面に表示させておきます。Create Nulls From Pass にはいくつか機能があります。まずはポイントはヌルに従うを使ってパスのポイントに対してヌルを追加したいと思います。この機能はパスを選択する必要があります。シェイプレイヤーを開いてパスを選択します。パス1ではなくストップウォッチアイコンが左側にあるパスを選択しましょう。選択した状態でポイントはヌルに従うをクリックします。これでパスの各ポイントにヌルが作成されました。ヌルとパスのポイントはエクスプレッションによって紐付けられているので、ヌルを動かすことでパスを自由に移動させることができます。通常パスのポイントは数値でコントロールするのは難しいですが、ヌルと紐付けられていることで、ヌルのトランスフォームでパスの位置をコントロールできるようになります。他にもヌルがあるので、別のシェイプレイヤーなどと親子関係を結ぶことで、パスのポイントに追従するようなアニメーションの作成にも役に立ちます。通常だと制御が面倒なものも、Create Nulls From Pass を使用することで、効率よく作業を進めることができるようになります。隣にある、ヌルはポイントに従うは私は使用したことがないのですが、こちらも同じくパスのポイントにヌルを配置してくれます。ただ、ヌルを動かすことはできず、パスを動かす必要があります。パスのポイントを動かすことで、ヌルが追従するようになっています。ではもう一つの機能を見てみます。パスをトレース。こちらはパスに沿うように動くヌルを作成してくれる機能です。以前、時間ロービングの解説の時に、こういったパスに沿って動くアニメーションを作成しましたが、その時はパスを作成して、別のレイヤーの位置に貼り付ける方法で行いました。このパスをトレースでも同じような動きを作成することができます。私はどちらかといえばこのパスをトレースを使用することが多いです。それらの理由も含めて機能を解説していきます。まずパスを用意しておきます。あとパスに沿ってアニメーションさせるための円形を用意しています。パスを選択してからパスをトレースをクリックします。するとパスに沿って動くヌルが作成されました。再生時にヌルは表示されず、動きの確認がしにくいので、あらかじめ用意していた円形をヌルの位置まで移動させて、円形をヌルの子供に設定しておきます。これでヌルの動きに従って円形が動くようになりました。初期設定でヌルは1秒かけてパスに沿って、支点から終点まで移動するようになっています。その他、最初からループされるようにエクスプレッションが組まれています。ヌルの回転にもエクスプレッションが設定されていて、パスに沿って自動でヌルが回転するように動いてくれます。自動方向がオンの場合とオフの場合の動きの違いはこんな感じです。レールに沿って動くようなアニメーションでは、この自動方向の機能は重宝します。オフにしたい場合は、回転に設定されたエクスプレッションを解除してください。では、作成されたヌルを開いてみます。ヌルには、パスをトレースという名前のエフェクトが追加されています。進行状況という項目で、パス上の移動量を設定できます。0% が支点で、100% が終点となっています。その下にあるループで、ループ設定の有無を決めることができます。ループはエクスプレッションで作成されているので、ループ方法を変更することができます。エクスプレッションを見てみましょう。
ループアウトと書かれた横にあるサイクルという文字を削除して、代わりにピンポンと入力してみます。すると、ループ方法が変わり、支点から終点、終点から支点といったように跳ね返ってくるようなループ方法に切り替えることができました。ループを絶対に使用しないという方は、進行状況に設定されたエクスプレッションを解除してもいいと思います。動き的には、モーションパスを位置にコピーして作成するアニメーションと同じですが、パスのトレースを使用する利点がいくつかあります。最初に挙げられるのは、パスの修正が反映されるという点です。パスをコピーして位置に貼り付ける方法で作成した場合は、パスに変更があった場合には、再度パスをコピーして貼り付ける必要があります。パスをトレースでは、パスとヌルは連動しているので、パスを修正した場合に即座にヌルの位置も変更されます。これによって修正や微調整の際に時短となります。次は最初から自動方向が設定されている。ラインをレールと見立ててアニメーションさせる場合にパスをトレースを使用すると最初から自動方向の設定があるので図形の位置をレールの上に来るように移動させてからヌルと親子付けするだけで簡単に作成できます。モーションパスの場合だと自動方向を自分で設定する必要があります。次にレイヤートランスフォームの位置が使用可能。この点も大きな違いになります。モーションパスをコピーして位置に貼り付ける方法だと位置プロパティがパスの情報で埋まってしまいます。なのでレイヤートランスフォーム以外の位置を利用する必要がありますが、次元分割ができなかったり、モーションパスが表示されなかったりと何かと不便です。パスをトレースを使用した場合は、通常通りレイヤーのトランスフォームの位置が使用可能です。次に、緩急の制御が楽になる。モーションパスでは時間ロービングを使用して動きの緩急をつけやすくしましたが、パスをトレースでは最初から支点と終点の2点だけなので、時間ロービングを使用しなくてもグラフ調整が楽です。しかも速度グラフではなく値グラフでの調整も可能になっています。他にも加減速を繰り返すような複雑なアニメーションを作成するとなった場合に時間ロービングでは対応できません。パスをトレースでは進行状況にキーフレームを打つことで自由に加速減速のタイミングを調整することができますが、モーションパスをコピーして位置に貼り付ける方法ではキーフレームを追加することはできても削除することはできません。キーフレームを削除するとモーションパスが変更されてしまうからです。動きの緩急を詳細に制御したい場合はモーションパスだと難しくなります。速度グラフで頑張ればモーションパスでもうまくアニメーションが作れますが、パスをトレースの場合はより楽に緩急のコントロールが可能になります。では、機能についていくつか補足します。Create Nulls From Pass は、パスに対して機能するので、図形などはあらかじめベジパスに変換をしておく必要があるので気をつけましょう。その他、今回はシェイプレイヤーのパスで試していますが、パスであれば機能するので、マスクパスでも同様のことができます。さらにもう一点、Create Nulls From Pass には上位互換の Create Nulls From Pass Extended というスクリプトがあります。こちらのダウンロード先は説明欄に記載しておきます。リンクからダウンロードして導入してみてください。では、標準の Create Nulls From Pass と見比べてみましょう。いくつか項目が増えています。最も変わるのが右端にある Handle Controls とユーズロケーターズのチェック項目です。これらにチェックを入れた状態で、ポイントはヌルに従うを適用してみましょう。チェックを入れると、パスのポイントにヌルが作成されるだけでなく、ハンドルも追加されました。このハンドルを操作することで、パスの形状を変更することが可能になります。本来、パス自体を調整しないとできなかったことですが、Create Nulls From Pass Extended であれば、パスのハンドル操作も可能になります。もう一つ追加されている項目があります。よく見ると、パスをトレースが2つあります。こちら、日本語表記だとおかしくなっているのですが、
右側にあるパスをトレースは本来は Create from Pass Selected という項目で、ヌルからパスを生成する機能となります。一度試してみます。ヌルを複数作成して適当に配置します。作成できたらヌルを選択します。この時選択順が重要になります。最初に選択したヌルがパスの視点となります。あとは選択順でパスのポイントが作られていきます。ヌルを選択できたら右側のパスをトレースをクリックします。するとウィンドウが開くので設定していきます。まず適当に名前を決めておきます。この名前はヌルから作成されるシェイプレイヤーの名前となります。次にコーナータイプ。こちらはパスの性質を決める場所です。ベジ曲線か直線かスムーズの3つから選択します。次はスムーズネス。ここはパスの滑らかさを調整する項目です。値が高いほどパスが滑らかになります。最後にクローズパス。こちらにチェックを入れると閉じたパスが作成されます。用途に合わせてチェックをしましょう。では OK を押して作成してみます。ヌルからパスが作成されました。すでにヌルとパスのポイントは連動した状態で生成されます。こちらの機能はヌル以外にも適用することができます。シェイプレイヤーで試してみましょう。円形を順番に選んで、パスをトレースをクリックします。名前を決めて OK を押します。それぞれのシェイプレイヤーがパスでつながれた状態になりました。円形を動かすとパスも連動して動きます。何か色々と応用ができそうな気がしますね。何かと便利なクリエイトヌルズフロムパスを皆さんもぜひ触って試してみてください。今回は以上です。いかがだったでしょうか？クリエイトヌルズフロムパスは便利な機能で、キャラクターアニメーションなどでもよく使われているようです。私自身はまだまだ使用頻度が低いですが、積極的に取り入れていきたいと思います。便利な機能なので、皆様も作品や仕事に活用してみてください。どこかのタイミングでこの機能を使用したチュートリアルも考えてみたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。